週はインド人ラス愛を知る後半戦。今回ラス愛メンバーを知ってもらうため熾烈なアピール合戦が。先週に引き続きインドの皆さんにラストアイドルを知ってもらう企画、早速始めていきたいと思います。ナマステ。お店のご厚意で憧れのサリーに身を包んだ長月。アクセサリーだけでなく額にチャクラもつけてもらい、テンション爆上がり。そんな中、今回インドの方に知ってもらいたいことは、では続いてはメンバーのことを知ってもらおうと思います。嬉しい。そこで長月が用意したのが、じゃじゃん、はい、ラスアイメンバー9人の顔写真パネル。これを使って何を行うというんでしょうか。この写真でメンバーの第一印象を聞いてみたいと思います。緊張する。お店の方に見た目の印象をアンケート。ラスアイの中で一番好印象のヒロインを決めてもらいます。そして一番印象が良かったメンバーはこちらのお店にラスアイのポスターとそのナンバーワンの好印象メンバーのポスターを飾ってもらうことになります。なんだそれ。インドの皆様に見た目好印象なのは一体誰なのか、早速アンケートを開始。この中で一番性格が良さそうなのはどの子ですか。テテレブグーン。その写真みんな怖い顔してるからな、ね、この写真やだよ本当に怖いからな、みんな怒ってる。そう、確かに怖いからな。あれで第一印象はひどいな。果たしてインドの方々から見た性格が良さそうなメンバーとは一体誰なんでしょうか。一番性格がいいメンバーが決まったそうなので聞いてみましょう。お願いします。はい、一番です。一番、阿部ななみさん。まあね、確かにこれはみんな人殺す顔しろって言われたからしょうがないけどさ。いやそうだよ。その写真はね、でもこの写真、みんなの写真の中で優しい顔をしている。あ、ちょっとマイルドな感じで優しい。なるほどね、あふれ出る優しさが、はい、見た目で判断しちゃダメですよ、見た目で。見た目で判断できないから、そういうの。阿部ななみはですね、ラストアイドルのセンターを務めていて、はい、あと2人のちっちゃい妹さんがいるんですよ、ベイビーたちが。あともう一個情報としては、スイカがめっちゃ好きです。スイカ超食べる。インド行ったらスイカはだいたい100円から200円丸ごといっぱい、大きいスイカ。安っ。逆にパッと見性格が悪そうなメンバーを聞いてみると、与えたサロワとワイソバをチコンワッチ。めっちゃ笑ってる。怖い。インドの方々から見た性格が悪そうなメンバーとは誰なんでしょう。何番でしょうか。ボルタダコナ。8番です。ねえ、なんで怒りのなんかフェイスがうまいから。逆に性格悪そうに感じてしまったけど、演技力がめちゃくちゃあるのかもしれないっていう見解だそうです。写真だから。はい、頑張ります。続いては見た目しっかりしてそうなメンバーを聞いてみると、しっかりしてそうなのは、すごいしっかりして見えるのは2番。写真からね、写真からはね、だってすっごいフォローしてくれてる。写真からはって。やっぱ伝わっちゃってるわ。いや、ちょっと理由教えてください。目がこうパッチリと開いていて、だからなんかすごいこう、なんか写真撮った時のこうまっすぐこうキュッてこう緊張感があるっていうか、それをちょっと感じましたね、この皆さんの写真の中で。伝わっちゃってるかもしれないですね。まあ、本当のことを言いますと、コロナ禍で一番ちょっと、なんて言うんですかね、天然。そうなんだ。まあ、でもしっかりはされてます、かなり。お母さんお父さんの育て方が素晴らしすぎて。逆にだらしなさそうなメンバーは、
と見パッと見でなんか3番がなんかいろいろ面白くやっちゃうんじゃないかな。3番のオーリオさん、いろいろと面白くやっちゃいそうだそうです。違う、いや正解です。正解、あの変顔が得意で。へえ、どんなどんな。果たしてラスアイ名物オーリオの変顔はインドの方も笑わせることができるのか。いきます。すごい、インド人にも大受け。オーリオ素晴らしい。エルアントニーが。ここから好印象ヒロイン審査に向けて最後のアピール。カレーが一番好きな人。はい、カレーが一番好き。まずはどれだけカレーが好きかアピール合戦スタート。いただきます。こんな大きいな、もう美味しそう。見えますか皆さん、こんな大きい、顔より大きいんですよ。それじゃあいただきます。あった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 。ほっぺが溶ける、スパイシーな、スパイシーもすごい口に刺激されてすごい美味しいです。素晴らしい。どういう、素晴らしかった。ありがとうございます。いただきます。続いては真島、慌てたのかありえないコメントを。え、待って、本当にちょっとごめん、そんなにカレー好きじゃないかもしれないよ、考えたら。え、カレー好きじゃないかもしれない。そうです、アウト。アウトです。残念。最後は長月からこんなアピール。私お家で、はい、あのスパイスカレー作るぐらい好きなんですよ。なんか直接言えちゃうからちょっとずるくない。確かに補足がね、補足が。3人のインドの皆さんに真剣に審査していただきました。ついにインドの方々に一番好印象のヒロインが大決定。お願いします。はい、1、2、3。おお、3番、はい、3番。おお、すごい、うん、演技良かったね。演技が良かったみたいです。はい、ということで優勝はオーリオさん。万歳。オーリオ、ナマステ。レカの皆さん、本当にご協力ありがとうございました。インドの皆様、ボリウッドダンスに挑戦中のラストアイドル、ぜひ応援よろしくお願いします。